続いてね、続いてこれははい、もうまさかだよ。みこちゃんね、本当にね、あの健康になろうじゃないけど、なんかなんだろうね、このちょっとなんか体にいいものを買おうみたいな、なんかそういう風潮にあるのね。あの去年ぐらいかな、もうそういう風潮になっておりまして、ついにみこちゃんこちら、どどん、観葉植物を買ってた話ピンポンピンポン届いて、あのお届けに参りましたって来てた。結構ね、みこもういっぱい今届いてんの、なんかいろんなものがね、いろいろ買ってたんだけど、そしたらあのみこあんまり記憶になかったんだけど、なんか届いて、でっかいやつが、すっげえでっかいなんか段ボールが届いて、え、みこ何買ったと思って、いやこれ、え、何買った、え、間違いのやつみたいな、何買ったのこれ、何ってなって、届いたのがもうこの観葉植物ですね。あの開けたらびっくりさ、なんかもうふさふさ緑がブワーって生い茂っとって、えー、みたいな、こんなで、え、みこいつ買ったんみたいな。でも多分だけど、いやな、観葉緑をさ部屋に置くといいって言うじゃん。緑を部屋に置くとなんかこう気分がさ、あのいいとかさ、なんかこうね、あるじゃん、目にいいとかさ、なんかわかんないけどさ、なんかわかんないけど緑があるとさいいって、なんかどっかで見た気がするんよ。みこちょっとね、それ写真に撮ったの、みんなちょっと見せるわ。でもさ、みこ観葉植物初めて買ったから、どんなものがいいのかもちょっとようわからんくてさ、え、はい、どう、こちらなんですね、こちら。すごいでしょ、めっちゃ可愛いでしょこちらなんですけど、いやちょっとね、説明書が届いてて、中に一緒に、あ、いいじゃない、おしゃれじゃないって、そう、みこもね、あ、まあでもいいねみたいな、なんかこう、まあ、思ったんですけど、まずですね、こちらはですね、あの10メートル以上の大木になるため、庭のシンボルツリーとしてもおすすめですと書いてるんですよ、これ。この観葉植物は10メートルまで育つって10メートルになる大木すげえよ、これすごくない？大木になるんやね、みんなこれ本当にすごいでしょ。どうするんやこれ。いや、その話をしたいんですよどうすればいいの、みんなこれ、我が家に大木が生える、みんなどうしようこれ、本当にどうしようって思って実家行きや嫌な。え、でも実家もさ、もう庭はあるけど、いやー、でもせっかく買ったんだからさ、ちょっともう1年もうちょっとなんかもう手に負えないぐらいまでは育ててみようかなって。名前なんて言うの？名前はシマトネリコ、シマトネリコっていうやつですね。シマトネリコ、耐寒性が普通で耐熱性が強いらしい。うん、ネリコちゃんですね。ちょっと一緒に育っていこうかな、10メートルまで。10メートルってさ、どんだけでかい、みんな10メートルってくっそでかくなるぞ仕事ね、写真見たらクソでかくて、クソ、ちょっと待って、やばいかな、本当に大丈夫かな、シマトネリコ、お、でけー、お、でもこれ大きくなったら素敵な木やん、素敵な木やん、大きくなったら。まあね、あの みこはもしかしたらいつかさ、お母さんとこにさ、ね、家を買うかもしんないやん、家を。今は風呂にもシャワーないし、
寒い、本当に寒かったら寒かったりするし、あれだけど、もしかしたら大きな家を買うかもしれないから、いつか、いつかね、その時にこの木を植えよう。うん、そうしよう、いいやん、素敵な話やん。あっ、ユロンチ大木じゃん、すげえ。これね、大事にしよう。もしかしたらきっとね、猫がもっとおばあちゃんなの頃に大きな木になって、あんなこともあったねーって言うかもしんないじゃんね。その木を見てみんなのことをね、思い、ね、いや懐かしいねって言うかもしれんからね。ねえ